エクスレバンはフランスのサボワ県の都市。住民のことはエクソワと呼ぶ。温泉保養地として国際的に知られる都市でブルジェコのほとりにある。エクスは水の添加したもので。レバンは浴場の胃。ミネラルウォーターの産地でもあり、エビアン同様、都市名自体がエクスレバンという銘柄にもなっている。エクスレベインズジュラ山脈とアルプス山脈の間に ブルジェコが広がっており、その東岸でエクスレバンの町は年々拡大してきた。その拡張は都市圏がシャンベリーのそれと混然となるほどのものであった。坊主山脈やルバール山がそばに控えているエクスの町は水の都であるとともに山の都とも言える。ルバール山に面した伝統的家屋西暦一世紀に建てられたエクスレバンの名は 悲鳴の類にはほとんど登場しないし、有名なローマの著作からの作品には一切登場しない。しかしながら、考古学博物館に残るアクアエ、アクエンシスという二つの記述から、ビエンヌ氏から独立して都市化した、この一体の当時の故障を知ることができるのである。19世紀の歴史家たちは、アクイ・ラブロジアム、アクイ・グレイシャニーといった、 私的根拠のない空想的な故障をしばしば提示した。1 0 1 1年に、ブルグント・オールドルフ3世が妻エル・マンニアルドに X の横領を贈与した時の書類では、悪ア愛アと記載されている。中世の書類の中には、悪ア愛アグラチオナポリスと記載されているものもあるが、この設備時は単に、グルノーブルの市教区に属していることを示しているに、過ぎない。 エクスレバンの現存最古の言及は、1792年9月付のエクスで温泉療養中だったフランス軍兵士の書簡である。これ以降、死の議事録のような公文書でもエクスレバンの故障が登場している。19世紀初頭のいくつかの文学的なテクストの中ではエクスアンサボアの故障が見られるが、行政文書の中にはこの名称は一切見られない。なお、 1954年以降、市議会の要請に従って、エクスレバン駅は、エクスレバンイコールルルバールと解消した。X の境界火事のグランセルクル。ありがとうございます。